トルコ戦ではドイツ戦よりも日本がボールを保持する展開になると思いますが、日本のどういった部分に期待してますか？期待してる。でも、ウイングに前向きにボールが供給できれば、たくさんチャンス作れると思うんですよ。世界一のウイングの質だから。まあ、エンバペ、デンベレとかいるけど、でもそれでもそのクラスの。だって、三笘いて、伊藤いて、堂安いて、久保いてですからね。まあ、堂安の中入るタイプだけど、トルコのちょっとシステムわかんないんで、この、ウイングがさ、サイドバックに近い位置に行っちゃって、ハマりに行って、後ろからのパスが、このパスが繋がんないっていうのがあるから、そうなるとね、繋いでるけど前にボール行かないって現象あるんだよ。これがちゃんと低めの高さを取って、それによって相手が出てくんだったら裏っていう、この駆け引きができるといいですね。そう、それさえできれば、うん、難しいことする必要ないですからね。そう、だからコスタリカ戦もさ、伊藤から三笘のその線繋がってなかったでしょ。そう、あれ引いてくるチーム相手にあるんだよね。あそこ細かく立ち位置設定しないと。で、それって普段からアプローチかけなきゃいけないし、そういうのは森保さんはね、ずっと配置的な修正はないじゃん。だから、期待しますかっていうか、当然いいサッカー、まあ、チャンスがたくさんあってピンチが少ないサッカーみたいじゃん、日本代表が。っていうところで、これやってくれたら、まあ、良くなるなっていう話。でも、あとどうなるかわかんない。あとは、M 君スパチャありがとう。いつも楽しませてもらってます。後半、5バックベータ引きが残念に感じましたで、予算どう思いましたか？残念っていうか、危ないって思いました。だドイツが早めにミドルとか、ウィングバックが出てこれない時に、そこからクロス上げて、ハバーツプラス1枚突っ込んでたら分かんなかったけど、ハバーツ下げちゃったから、ミュラーがね、いろんなとこ顔出しながら最終的に突っ込む人じゃん。もうずっと前で待たされるだけだから、ミュラーの良さもいけなかったし。だから、5バックが悪いわけじゃないですよ。5バックでも、541と523併用してさ、その3がちゃんと同サイドアシクのプレスかけたりとか、もしくは、3の真ん中が、エムレちゃん切りながら、相手が3バックに可変した時、3バックのボール持ってるやつからかけていくみたいな。まあ、こういうやり方をやってるときに日本がね、この541ってもう、ただ引いてるだけでさ、こういう感じで、ずっとハイプレースハマっててさ、ショートカウンターのできてて、ドイツボール運ぶの苦戦してたけど、まあこういう形になったじゃん。で、ドイツがもうずっと回してくれればいいんだけど、大阪のクロス処理能力はすごい怖かったから。で、この時に、ね、ウィングのところサネとかニャブリとかの仕掛け使って、後ろ戻して、3バックの一角とか流れていった中盤とかがクロス入れてそこにハバーツとミラーとか入っていったら面白かったんだけど、まあそういう形作ってないから結果ただ回してるだけになってくる。ここまで運ばれちゃってるけど、ドイツがその嫌な攻撃しないでくれたんだよね。これがまあ例えばエムリちゃんを、まあ、エムリちゃんをこう1枚抑えるみたいな形して、でこの2のところを例えばこう寄せるでもいいし、間ブロック作って、サイドに行ったところから、一人出てって、同サイド圧縮して、ボールこっちしか流せないから全部はめてとかいう、まあこれをもうちょっと高い位置でやるけどね。ブロックもう低くなっちゃったら危ないから、高い位置ではめるときにやるとか、そこの形作ってたらあれだけど、4バックでそれ作ってなくて5バックになったら、もうただドン引き用だから。そうだから、まあ、前半ほんと最初の方のあのミスから失点しなくてよかったね。5バックした時に相手が運びやすくなったところを相手が使ってこなくてよかったね、みたいな。こういうのがね、まあ、なくなってきたりとか、なんかやろうとして意図が見えてくるといいんだけど、まあそうじゃないか。でもそれでもね、まあ選手がいいとさ、別に戦術的にこう混ざんなくても勝つみたいなのはマドリーとかパリ・サンジェルマンで見てるじゃん。だから、まあ猛豪って話を昨日しましたね。王毅とか、キングダムで言うとね、王毅とか連覇みたいな、超大将軍みたいなのではないけど、人の良さと周りの頑張りで、まあ大将軍っていう感じ。トルコ戦は中2日試合ですが、戦い方も含めスタメンどうなと思いますか？どうなると思いますか？でも、あれじゃないですか、久保とか堂安とか、今回出番与えられるべきだったけど少なかった選手は出されるでしょうね。あとディフェンスライン、森保さんのやり方だと、遠藤とか冨安とかは変えないで、まあ、吉田麻也とかの枠だから。周りを変えるとかあるでしょうね。あ、前田が出るのもあるでしょうね。そいつはタレント揃いでは今はないですね。うん。普通に今は一番枯渇してますね。点取れる人も守れる人もいないから。あと、ハンチフリック自体もミスってるしな。エムレちゃんとゴレツカのところで。でもなんかしらなんか揉めたんだろう。ゴレツカのね、そういうちょっとしたエピソードとかあるもんね、なんか。ランパード人としては別に似てないんじゃないですか。まあ、まあ似てる部分はあるけど、ランパードの方が、なんか人間として人を転がす力は低い気がしますね。森保さんの方がこう、人を頑張らせる力はすごいから。だから人をもう頑張らせて、こう、なんていうか、こう、選手に対して、こう、お酒的な外交で、そういうお酒の場とかとは違う接待ができるというか、あ、この人といると嫌な精神的プレッシャーないなっていうか。だから結局戦術ある人、ない人みたいなところで話すけど、そこではすごい高みを目指す監督の話で、結局言っちゃえば日本の監督なんてほとんど戦術ないから、っていうとその中で選手のモチベ上げてくれる人が一番大事じゃん。ってなると森保さんそこのモチベみたいなのは上げれるというか悪影響を出さないから。これすごい大事なんですよ。ハリルとか悪影響を出すじゃん。そう、だからそういうところでいい味付けはしないけど素材自体は壊さないみたいな。だから塩しか触れないから、いろいろやれる上手い人には勝てないんだけど、素材も良くてみたいな。ただもう素材勝負同士になったら、
総裁勝負同士で勝てるんだったらしよう。だからモーゴーとかに近いね。キングダムで言うと。で、モーゴーいい人じゃん。でも、モーゴーがずっとトップのシーンだったら天下統一できてないでしょ？キングダムで言うと。今ちょうど分かりやすいやつ言ったね。そうそうそう。やっぱり天下取るんだったら、王翦だったりとか、まあ、王騎死んじゃって、ああいう人じゃないと、ああいう人に一番トップにいて、近くにモーゴーがいるんだったら最高じゃん。でも、この人が一番看板商品ですっていうので、モーゴーだときついじゃん。だから、モーゴーのこと語ってくださいっていうふうに、キングダムの話で言うと、こうこうこうだけど、まあその、順当には勝つけど、勝てない相手にはちゃんと勝てないよね、みたいな。で、言うと、キングダムの中の話ですやっぱり、連覇相手には勝てないじゃん、モーゴーは。でも、連覇相手に勝たなきゃいけないのが、今の日本の状況だから。っていう感じかな。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。